なかなかにしぶとい。強い。どうすれば、こんな奴に勝てるのよ。体が重い。シャリンガンを使いすぎた。久方ぶりに心躍る時間だった。だが、それも終わりだ。体が。消えろ。そこまでだってばよ。こいつは。ナルト。いいタイミングだ。お待たせしました。大丈夫ですか？ああ、なんとかね。救援に来たってことは完成したのか？いえ、まだ5割程度です。そうか。けど、まあ見ててください。以前のナルトとは別人ですよ。こっからは俺がやる。無駄に粘りやがる。でもま、お前はもう限界だろ。お前一人でよくここまで戦ったな。一応褒めてやるぜ。それくらいやれるんなら、さぞかし邪神様も喜んでくれるはずだ。俺は一人じゃない。あ？俺は一人で戦ってるんじゃない。何を言い出すかと思えば、わけわかんねえこと言ってんじゃねえよ。俺にはもう一人ついてる。俺の背中を押してくれる。あの人が俺の中にいる限り、俺は負けねえよ。今さら立ち上がってどうするってんだ。てめえの負けはもう決まってるようなもんだぜ。まだ勝負は決まってねえ。決まってんだよ、バーカ。いくらピーピー吠えようが、結局てめえは逃げになるだけだ。俺たちをなめんなよ。戦闘開始。そこだ。これでも使っとくか。これでも使う。そこだ。影寄せの術。そこがてめえの墓穴だ。あんたの敗因は俺を甘く見すぎたことだ。いつの間にこんな。前もってここに仕掛けを準備してただけのことだ。こいつまさかあの戦いの中で俺をここに誘い込んだってのか。ありえねえ。
何者だこいつ。そこの深い穴に起爆符だ。これからどうなるかお前でもわかるだろう。てめえ、人を呪わば穴二つ。お前は俺の死を呪い倒した。てめえだけのうのうとはしゃいでいられると思うな。そいつがてめえの墓穴だ。俺は死なねえ。必ず這いずり出ててめえに復讐してやる。この森は特別な場所でな、俺たち一族だけが立ち入りを許されている。これから俺たち一族がずっとお前を見張っておく。てめえには絶対罰が当たるぜ。大いなる裁きがお前に。そんなもん怖かねえんだよ。俺とお前じゃ信じてるもんが違う。何？俺が信じてんのは火の意志だ。よくやったな、しかもだ。ああ、俺の火の意志、お前に託したぞ。じゃあな。渦巻きナルト。そうか、お前がキュービの人中竜。まさかお前の方から出向いてくれるとは。探す手間が省けた。やってやる。ちょっと待ってよナルト、あんた一人じゃ危険すぎるって。そうだよ、ここはみんなでやろう。確かにな、この状況、今は5対1だ。危ない橋を渡る必要もない。加賀先生。ん？確かにチームワークは大切だ、それは分かってる。でも今俺はその危ない橋を一人で渡りたいんだってばよ。向こうへたどり着けなきゃ俺はいつまで経ってもガキのままだ。その橋を外すようなことはしないでくれ。ヤマト、お前はどうだ。カカシ先輩はまだ見てないですよね。以前のナルトとは別人だってところ。決まりだな。行け、ナルト。よし。一人か。俺も舐められたのに。修行の成果見せてやる。貴様はここで終わりだ。やってやる。今度はこちらだ。
少々侮っていた。形がこういうの。よし、どれほどの術になったか試してみるぞ。よし、四代目。よし、やったね、ナルト。ナルト、すごいじゃない。よくやった。封筒、螺旋手裏剣、攻撃回数が桁外れだ。あれはシャリンガンでも見切れない。
ナルトは本当に強くなってきた。俺を超えるくらいに。感じてるか。ナルトの目の先にいるお前がナルトをどんどん強くしていってるんだよ。なあ、サスケ。そろそろ世代交代の時代だな。よし、みんな、解散だ。五代目には、俺の方から報告しておくから、各自、体を休めてくれ。おっす。ねえねえ、鹿丸、この後、ご飯でも食べに行かない？ねえ、悪い長次。俺、ちょっと用事があってよ。先行くわ。じゃあな。こんなとこにいたんすね。つか、出歩いてていいんですか？鹿丸。どうしたんすか？うん。ただ、ちょっとね。将棋の相手がいなくなったわね。あなたはアスマの一番のお気に入りだったから、寂しくなるでしょ。大切なことから、くだらないことまで。いろんなことを教えてくれたんすよ。俺、めんどくせえってダダこねてたから、ガキの頃、そのせいで失敗ばっかして。その度、アスマに守られてばっかで。それでかな、つかみどころのない変な先生だったけど、俺にとっちゃ、むちゃくちゃかっこいい大人だった。今度は俺の番っすよ。その子が生まれたら、今度は俺がその子を守る師ですから。かっこいい大人にならねえと。ありがとう。もし木ノ葉の忍びを将棋の駒に例えるなら、玉が誰だかお前にはわかるか？木ノ葉を担うこれからの子供たち、それが玉だろ、アスマ。俺の火の石、お前に託したぞ。ああ、しっかり受け取ったぜ。よう、ナルト。エロ仙人？どうだ、一杯。ってわけで、性質変化をものにできたんだってばよ。うん、さすがはわしの弟子。わしも鼻が高いぞ。どうした？今回はいろいろ考えることがあったってのよ。アスマたちのことか？うん。人を失うという悲しみはこの上なく辛く苦しい。つながりが深ければ深いほどその悲しみは深くなる。それは人である以上当然の感情だ。だがその悲しみを超えることができれば人はまた強くなる。今回の一件で鹿丸たちは大きな傷を負ったが、アスマの意志を引き継ぎ新しい強さを手に入れた。そういうのあんまりわかんねえってばよ。今はそれでいい。だがいつの日にか
お前にも分かる日が来る。そうかな。わしは信じているぞ。たとえお前が同じような目にあったとしても、しっかりと前を向いて進んでくれることを。その瞳は曇ることなく、信じた道を突き進むことをな。え、いきなり何の話をしてんだ。わしはいつでもお前を信じておるからな。はあ、どうしたんだよ、エロ仙人。さて、どっちがラーメンを早食いできるか競争でもするかの。負けた方がここのお代の支払いだ。あと、いきなりずるいってばよ。相手を油断させてことを有利に運ぶ、これも立派な策の一つよ。ジクシュー、そういうことだったんだな。負けるか。いくつもの戦いを経て、少年たちは強くなる。ゆっくりと確実に。時代は移り変わろうとしていた。親から子へ、師から弟子へ。力、技、思想、幾多のものが受け継がれ、つながりが生みし、一筋の光を信じ、少年は道を歩む。そして闇もまた同じく、巣穴の中で力を蓄えし、復讐に囚われた者、彼もまた新たなる道を今こそ歩まんとしていた。羽ばたきの時が迫っていた。